今日は京都大学大学院医学研究科教授の中山武雄先生に医療の不確実性についてお話しいただきます。中山先生、よろしくお願いいたします。医療の不確実性、ちょっと耳慣れない言葉なんですけれども、どういうことなんでしょうか。はい、でまず不確実性という言葉からご説明します。はい、で小畑さんがあの先生の発言は不確実だと言われたらどう解釈されますか。そうですね、確かではないということですから、うん、信頼できないんではないかとちょっと不安な気持ちになりますね。はい、多くの方々があの先生の言うことは当てにならないとか、うやむやだと、そんなような意味に受け取られるんじゃないかなと思います。はい、でしかし医療においての不確実性とは、医療の信頼性とともにその限界を知るということなんです。限界を知る。はい、で現代の医療に対して社会が求めている姿は、得てして 100% 確実で間違いのない医療になりがちです。はい、小松秀樹先生という方が書かれた医療の限界という本の中で、現代医学は万能で、あらゆる病気は立ちどころに発見され、適切な治療を受ければまず死ぬことはない、医療にリスクを伴ってはならず 100% 安全が保障されなければならない、良い医師による正しい治療では有害なことは起こり得ず、もし起こったならその医師は非難されるべき悪い医師である、はい、医師や看護師はたとえ過酷な労働条件の下でも過ちがあってはならないと書かれています。はい、医療を受ける立場でこのような期待をすることはむしろ当然ですし、私も自分が病気になったら病院になんとかその病気を治してほしいと願いますし、そうですね、治ると言ってほしいなというふうに思います。はい、でしかし実は本当に残念なことですけれども、実際にはこの通りにはいかないことに現実と理想のジレンマが集約されていると思います。なるほど。そうしますと医療の不確実性というのは当てにならないという意味では決してないわけですね。そうですね。はい、で例えばあるがんを患って手術を受けられた方がいます。はい、で最初の手術から半年で、手術をした場所の近くから新たながんが見つかりました。この時患者さんご本人やご家族は、手術の時に取り残したんじゃないかとか、医療ミスではないかと感じられることもあるかもしれません。でしかし実際には幅広く手術で摘出したという時でも、目に見えないようながん細胞がどこかに潜んでいるということは完全には否定できないですし、でその結果すべてのがん細胞を取り切れていないという場合も出てきてあることが現実です。はい、で残念ながらがん細胞は現在の人間の知識を超える動き方をすることも多いんです。でそして普通の患者さんに最も良い効果が得られると期待して行う標準的な治療が、すべての人に本当に期待通り効くかということも、残念ながら 100% の保証はないのが現実です。だからといって、初めにお話したように医療とは当てにならないものだとか、いい加減なものだとか、それこそ 100% 希望を捨ててしまうことはありません。で 100% ではないけれども、少しでも良い結果が得られるように、でもう少し言えば、そういった結果が得られるように、得られる可能性を高められるように、医療者は一生懸命努力をしていますし、医学は進歩してきているということも確かなのです。はい、でこの両方の事実に向き合うことが、医学医療の信頼性と限界を知るということと言えるでしょう。なるほど。限界を知った上でお医者様をこう信頼していくということが大事なわけですね。そうは言いましても、病を抱えている患者さん側からしますと、こう闇雲にお医者様のおっしゃることを信じてもいいんだろうか、ちょっとやはり不安が残ると言ってもいいんじゃないでしょうか。そうですね。はい、おっしゃる通りだと思います。でそこで重要になってくる考え方が、根拠に基づく医療ということなんですね。はい、でこれは1990年代の初めに欧米で提唱された言葉で、3つの要素から成り立っています。で第1が医師の専門知識経験技術で、第2が質の高い医学研究の成果、それから第3が患者さんの価値観、この3つをバランスよく統合して行う医療だということなんですね。はい、で特に医学研究の成果を最大限活用するということが大きく注目されました。はい、でこれまでの医療は個人や限られたグループの医療者の経験で行われていたことが少なくありませんでした。はい、でもちろんその経験的な知識が大いに役立つことも少なくないんですけれども、社会全体の情報化とともに、多くの患者さんにより一般的に勧められる治療に関する情報が一層注目されてきたんですね。でそれによってそういった情報が広く共有されるようにもなってきました。でそしてこの考え方に基づいて、診療ガイドラインというものが多くの疾患に関して作られるようになってきました。診療ガイドライン、はい、はい、でこの診療ガイドラインというものは、一般論として進められる、いいとして進められる治療法をまとめたものです。で大体その病気の患者さんの 60% から 95% くらいの方に当てはまるものというふうに言われています。
でここはとても大切なところで、どんなに良い研究成果がまとめられていたとしても、あくまではやはり一般論なんですね。ですから一人一人の人間の個人差っていうのはとても大きいので、全ての人に 100% 当てはまるわけではないんです。でただそういった限界を知った上で利用すれば、診療ガイドラインというのはこの手がかりとしてとても役立つ情報になるのではないかと思います。医療を行う側と患者で必ずしも同じことを考えているわけではないということが分かってきましたね。そうですね、はい、でちょっと今日はこんな例をお見せしたいと思います、はい、例えばですね、はい、この度新薬が発売されました、この薬は2倍も効く薬ですという宣伝がされたとします、はい、久保田さんはどう感じられますか？そうですね、2倍効くということは2倍の力で病気をやっつけてくれる強力な薬なんだというふうに捉えてしまいますね、はい、そうですね。ところが医療の立場からするとこの図のようになるんですね、はい、100人ずつに投与したところ有効だったのは従来の薬は20人でした、はい、そしてこの新薬は40人有効だった、はい、でつまり有効割合は 20% と 40%、これが B は A の2倍も効くということの根拠なんですね。なるほど。でしかし逆に見てみると新薬でも実際には100人中60人には効いていないんですね、これね。ということになります ね、 そ, うですね、はい、そして効いた患者さんでもこれまでの薬の2倍効果があるわけではないわけで、うん、まあ、例えば痛みが2倍取れるということではないんですね。こう考えると質の高い研究とか高いレベルのエビデンスといっても患者さんに対して効果を 100% 保証するものではないということは、お話ししておく必要があるかなと思います。そうですね、知っておく必要がありますね。こうした患者側と医療の間のギャップをですね、どうしたら埋めることができるんでしょうか？だからこそ対話やコミュニケーションが重要ではないかなというふうに考えております。はい、で病気で特に命を脅かすような病気になって初めて医療は不確実だ 100% は保証できないなんて言われても、病気の不安でいっぱいになっている状態では混乱にさらに輪をかけるばかりですよね。そうですね、はい、ですから今日お話をしたようなことは実はこの一部でも病気になる前に聞いておくことが望ましいのではないかなというふうに思います。はい、でそして病気になったときはそれぞれの状況に応じたコミュニケーションがまた必要になってきます。で医療関係者の間でも患者さんにもっと分かりやすい言葉で説明をして不安に耳を傾けようという意識が高まってきていると感じています。で患者さんも病気や医療を説明するいい本も増えてきていますので、ぜひいろいろお読みいただければ良いのではないかと思います。ただでさえ不安な気持ちを抱えている患者さんに、うん、医療の側がどういうふうに寄り添っていくのか、うん、ここも要ですね。そうですね、はい、で医者は先ほどお話しした根拠に基づく医療やガイドラインによって 100% 確実ではないんだけれども良い結果が得られる可能性を少しでも高めるように新しい専門知識を学んで臨床の経験を積んで、で技術を向上させるように努力を続けています。はい、でそして医学の進歩によって昔に比べて本当に多くのことが分かり、そしてできるようになってきたのも確かなんです。はい、でしかし人間の体や病気それから命ということについては現在の私たちの知識や能力を超えるような複雑さ精妙さで成り立っているということを私たちは認める必要があるのではないかというふうに思います。はい、で英語のペーシャントという言葉には、はい、患者という言葉意味だけではなくて辛抱強いというふうな意味もあります。で不確実性という不安に耐えながら患者さんが病気とともに生きていくこと、それは苦しいことだと思いますが、うん、人生を生きていく上でいつかどこかで私たちは必ず経験することではないかというふうに思います。はい、ある乳がんの患者さんの方のお言葉を紹介したいと思います。自分の病気の治療には 100% はないということを辛いけれども受け入れざるを得なかった。でこの言葉の重さをどう受け止めるのか、病気の不安とともに不確実さに耐えるという苦しさにも向き合っていくには、患者さんとしてもそれから医療者としても共感的な気持ちやお互いの支えということが何よりも大事になってくるのではないかというふうに思います。はい、今日は京都大学大学院医学研究科の中山武夫先生に医療の不確実性についてお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。